ハリー・ペイン・ホイットニーハリー・ペイン・ホイットニーは、アメリカ合衆国の実業家、バッシュ。ホイットニー家の一員で、一族の基礎となったウィリアム・コリンズ・ホイットニーの、息子である。マサチューセッツ州グロットンのグロットンスクールから、イエール大学へと進学し、同大学のスカルボーンズに参加した後の1894年に、法学の学位を得て卒業した。1904年に、 父ウィリアムが死去、父の遺産のうち2400万ドル相当の資産を相続した。また、1917年には、おじのオリバー・ハザード・ペインの遺産約1200万ドル相当も受け取っている。バンダービルト家出身のガートルード・バンダービルトと結婚し、その間に1男2女を設けた。この関係で、バンダービルト家の事業にも関わり、 ロングアイランド公園道路の取締役会にも出席した。ハリーは特殊化として多くの事物に携わった。1920年、ハリーはアメリカ自然史博物館の研究チーム及び鳥類学者ロロベックで編成された太平洋当初地域の植物、鳥類の調査隊に出資した。この調査は12年にわたって続けられている。ハリーは 父譲りの熱心なポロプレイヤーでもあり、1909年には、後にイングランド代表を破った全米ポロチームを結成している。後日するサラブレッド競馬以外に、1915年には、ポロ競技用の競技場の生産牧場も開設。また、モントークヨットクラブの取締役を務め、自身も所有のヨットバニティー号をアメリカスカップに出場させている。ハリーは、 クイールハンティングも多しなんだ。1920年頃には、フロリダ州にあった1万4000エーカーのハンティング用地を購入している。父からハリーに受け継がれた遺産の中には、牧場や競争場など競馬に関わるものも多かった。ハリーも、また競馬に深く関わり、20世紀初頭のアメリカ競馬界の権威役となった。当初遺産として引き継がれたものには、種ボバハンバーグなどがおり、 中でも、当時2歳でデビュー前であった、ヒーンは、アートフルは8006万で8125ドルもの、賞金を稼ぎ出した。最初の頃はハンバーグを、後にブルームスティックを、主観の種ボバにして競争馬を生産し、ウィスクブルームに代表されるような名競争馬を多く、作り出した。ハリーはアメリカ最優秀生産者に八度選ばれ、また所有した、ステークス競争家チ馬は、 約200頭にも上る。以下は代表的な所有場。蒸気以外にもクラシックホースを所有しており、中でもプリーイクネスステークスカチューマが6頭も存在した。この記録は、後にカルメットファームに抜かれるまでの間、同競争の最多勝利記録であった。ハリーの所有した牧場都市さんは、その後息子のコーネリアス・バンダービルト・ホイットニーに引き継がれている。 1930年10月26日、ハリーは58歳でこの世を去った。その以外は、ニューヨーク市ブロンクスのウッドローン墓地に葬られている。タイム氏は、ハリーの没後、ニューヨーク州が、ハリーの死亡時点での資産を6,280万8000ドルと見積もったと報じた。また、スポーツ関連の絵画は、イエール大学アートギャラリーに寄贈された。ありがとうございます。